ステパン・オーシポビチ・マカロフ・ユリウス歴1904年3月31日は、ロシア帝国の海軍軍人、海軍中将、海洋学者、ロシア帝国科学アカデミー会員。海洋学に造形の深い名称であったが、日露戦争において戦死した。ユリウス歴1848年12月27日は、ロシア帝国の領土だった。 ウクライナのヘルソン県ニコラーエフで海軍巡視官の家庭に生まれる。父の転属に伴いニコラエフスクナ、アムーレに移り、1858年、ニコラエフスク公開士学校に入学する。1865年、公開士学校を主席で卒業したが、父の希望により公開士ではなく、海軍士官候補生となる。1867年、太平洋艦隊に配属される。 1872年にバルト艦隊、1876年に国会艦隊勤務となり、蒸気船、コンスタンチン大公の艦長に任ぜられた。マカロフは、ロシア海軍における水雷艇運用、戦術論に関する第一人者の一人であり、自らの発案によって、同艦を関西水雷艇4隻搭載の水雷艇母艦に改造した。1877年、 ロト戦争において、同艦と関西水雷艇は実戦投入され、当初は失敗が相次いだものの、8月12日には国海のスフミ郊外でオスマン帝国海軍の総交艦、アーサールシェーブケトに損害を与えた。この時に使用されたのは外装水雷であったが、マカルフ艦長は発明されたばかりの自走水雷にも注目しており、 自ら海軍大臣に働きかけて入手すると、関西水雷艇に搭載した。これは12月16日に、バトミ郊外で実戦投入されたが、この時は失敗した。続いて、翌1878年1月14日シニア、やはりバトミ郊外において、砲艦インティバフを、関西水雷艇2隻が襲撃し、確定1発ずつを命中させて、うち1発が炸裂。 同艦を撃沈したことで、史上初めて如来によって、敵艦を撃沈したという栄誉を得た。1880年から1881年、アハルテキンの中央アジア探検隊に参加。1881年から1882年には、蒸気船、タマーに、1885年にはフリゲート、ポジャールスキー港の艦長を務めた。年には。 コルベット・ビーチャ氏の艦長に就任し、1886年から1889年と、1894年から1896年の2回に、渡って、世界一周航海に出ている。二度に渡る航海では、総合的な海洋調査を実施し、研究の成果をビーチャ氏ごと太平洋にまとめて発表した。また、海軍戦術論の大家としても、 世界的に知られ、著書である、海軍戦術論は、世界各国で翻訳され、翻訳されたものは、東合平八郎や秋山正幸の他日本海軍の将兵が必ず制読するような名著であり、東合は自ら筆写したものを、戦艦、三笠の資質に備えていたという。1890年、少将に昇進し、バルト艦隊最年少の提督となり、 1891年、海軍法術主任観察官となる。1894年、戦艦、ニコライ一世に座上し、1895年、極東に赴任、艦隊司令長官に就任する。1899年と1901年に、北極探検を実施し、この時最氷船を構想し、世界最初の最氷船、イエルマークの建造を命じている。 また、砕氷船をバイカル湖にも導入、フェリー、バイカルと火脚船、アンガラを就航させた。最後の上官となった戦艦、ペトロパブロフスククロンシュタットのステパン・マーカロフ記念碑。台座には、砕氷船イエルマークでの探検や旅順でのペトロパブロフスク爆クンなどを描いたレリーフが飾られている1904年、日露戦争が起こる。第四次旅順攻撃で、 日本海軍の奇襲を許すその責任を追求されて、解任されたオスカル・スタルク司令長官の後任として、マカロフは3月8日に、ロシア太平洋艦隊司令長官に就任した。攻撃精神に富むとともに計画性、最先端技術への理解が深く、ロシア海軍屈指の名称との評価も高いマカロフの着任は、その相手となる日本の連合艦隊にとっては非常な脅威であり、 太平洋艦隊の指揮も大いに上がった。旅順着任直後に日本海軍による第四次旅順攻撃を受けるが、マカロフは自軍の水雷艇ステレグーシチーが猛攻を受けていると知り、自ら巡洋艦のウイックに座上して出撃した。結局、ステレグーシチーは救えなかったが、このようなマカロフの常に陣頭指揮を行う行動や飾らない人柄は部下将兵に、 好意的に受け入れられ、マカロフ屋さんと呼ばれ、親しまれるようになっていく。マカロフは、士気が低下していた将兵の意識改善や、体制改革に取り組み、常に部下の士官や、歌士官と会話を交わしつつ、ロシア太平洋艦隊の現状掌握に努めた。また損害を受けない範囲で可能な限り時間帯を、郊外に出して、連度の向上を図り、日本艦隊との交戦も辞さなかった。 合沈するペトロパブルフスク一方、第2回旅順口閉塞作戦に失敗した連合艦隊は旅順口攻撃の一環として旅順の封鎖を嫌い不設によって行うようになる。1904年4月13日、嫌いの不設を行っていた連合艦隊の駆逐艦4隻と偵察をしていたロシア艦隊の駆逐艦1隻による遭遇戦が発生した。 ロシア艦隊の駆逐艦はたちまち撃沈されるが、その情報を知ったマカロフは機関である戦艦、ペトロパブロフスクに座城し、戦艦5隻、巡洋艦4隻を率いて生存者の救援と、日本艦隊の攻撃に向かう。日本の主力艦隊を認めると、旅順港に引き返すが、座城していた機関ペトロパブロフスクが、日本軍の布設した機雷に諸来し爆沈。 マカロフは避難しようとしたが間に合わず、乗組員500人と共に戦死した。一説には、秋山正幸が過去の出撃パターンから予測される、ロシア艦隊の航路を割り出し、あらかじめそのエリアに嫌いを散布していたとも言われる。日本では、マカロフ戦士の法を受けて、都市部で戦勝を祝う、提灯行列などが行われた。マカロフの戦手は、 ロシア太平洋艦隊の将兵に衝撃を与えたと伝えられる。日本では石川拓木がマカルフ戦士の方を聴いてマカルフ帝徳追悼の歌を作り翌年5月に刊行した諸女集憧れに掲載した。この中で拓木は君を送れば身はこれ敵国の東海陶器日本の一主人敵ながらにくしき声上げて高く叫ぶよけ敵も味方も何時が ほこちに伏せて、マカロフが何しばしは沈まれよ。ああ、偉いなる敗将軍神の選びに入れるロシアの声雄無情の風は誠に、君神に、誠無情の翼を広げき、と、と敵称の死を悼んだ。アメリカに特使として派遣され、広報外交を行っていた、金子健太郎は演説の中で、マカロフへの哀悼のコメントを発し、アメリカ世論からの支持を取り付けることに成功した。 マカロフを検証する記念碑が記事であるウクライナのムイコラーユやロシアのウラジオストクにあるほか、いくつかの艦船にはアドミラル・マカロフの線名が付けられている。ありがとうございます。